もしあなたがですね、ウェブからもっと集客したいと思ってたりとか、集客し始めてはいいものの、なかなかうまく進んでいないとか、あるいはウェブ集客やろうとは思ってるけど、何から手をつけたらいいかわからない。どんどん新しい情報が来る中で、ちょっと混乱してしまって、なかなか集客とか収益につながっていないというふうにですね、考えているなら、まず、この動画を見るところから始めてみてください。この動画では、一番基本的なウェブ集客の全体設計という話をしていきたいと思います。これまでたくさんの方見てきましたけれども、ウェブ集客って、本当いろんなツールがあったりとかいろんなやり方があるわけですよね。例えば YouTube が出てきたり Instagram が出てきたり TikTok が出てきたり最近は Threads が出てきたりというふうにですね、どんどんツールとかやるべきことって増えてるように見えるわけです。でこれをですね、設計図がない状態でそういう情報を受け取ってしまうと、もう何から手をつけていいか分かんなくなっちゃうんですね。家を建てる大工がいろんな道具ばっかり買い集めて、でも設計図なかったら家なんかできないのと同じように、ウェブ集客をする上でもですね、まず最初の設計図がない状態でそういったツールばっかりこう追いかけてしまうと、なかなか成果が出ないわけです。ちょっと手前味噌にはなってしまいますけれども、この大工出版という会社は2006年に創業して、社員数も300名を超えてですね、ウェブからの集客だけでビジネスをやってきてるんですけれども、累計の顧客数も200万人を超えました。非常にありがたいことにですね、うまくいってるんですけれども、それはですね、設計図がしっかりとあって、それをそのまんまずっとやり続けてるっていうのが結構大きいかなと思うんですね。もちろん18年前と比べると使ってるツールとかやってることは変わってきます。でも全体の基本的な流れっていうのはずっと変わってないんですね。なのでこの動画ではその基本的な設計図の部分っていうのをお伝えしていきたいと思いますので、まずはこの設計図をしっかりと理解した上でウェブ集客に取り組んでいくっていう風にしていただくと、非常にね、最短距離で結果につなげられるんじゃないかなと思ってます。なので、ぜひですね、この話を聞きながら、自分のビジネスの場合だったらどういう設計図が考えられるかなっていうことをですね、少し考えながら聞いてみていただけるといいかなと思います。じゃあまずですね、早速ウェブ集客の全体設計ってどんなものなのかっていうことをですね、お伝えしていきたいと思います。非常にシンプルなので、そんなに難しい話ではありません。何かに困ってたりとか悩んでたりするお客さんがいるわけですね。でまずこのお客さんにどうやってアプローチをしていくのかなんですけれども、大きく分けるとですね、2つしかありません。1つはですね、広告です。インスタグラムの広告だったりとか YouTube の広告だったり SNS の広告が今は主流ですね。お金をかけてアプローチをしていくという方法があります。もう一つはですね、逆にお金をかけずにですね、例えばインスタグラムに投稿したりとか YouTube に動画をアップしてチャンネル登録者を増やしてとかね、どんどん新規のフォロワーさんを増やしてアプローチをしていくみたいなやり方があります。インスタグラム見てたらなんか広告が出てきて面白そうだなと思ってクリックします。あるいは投稿を見てクリックします。そうするとですね、ウェブサイトに飛んでくるわけですね。これ僕らはランディングページ、そして LP と言ってます。なんかちょっと興味があるなとか、その会社のことすらも知らない状態でクリックしてるわけですから、いきなり商品を売るんではなくてですね、ここで何をするかというと、連絡先を交換します。例えば一番分かりやすいのはメールアドレスですね。よく見ませんか、なんかこう資料請求してくださいとね、ここにメールアドレス入力してくれたらそのメールに資料送りますよとか、あと最近だったら LINE とかもありますね。来店のクーポンあげるんで、まずここに LINE 登録してくださいとかっていう形で連絡先を交換すると、これがですね、いわゆるその顧客リストになるわけですね。で、一度連絡先を交換したらですね、あとメールとか LINE でこうずっとやり取りができるわけなので、ここでやり取りがスタートしていくわけですね。例えばメールを送って役立つ情報を提供していったりとかですね、あるいは LINE でそれをやっていったりとかするわけですね。だからこう男女関係に置き換えると分かりやすいですけれども、まず最初連絡先を交換したら、その後何度も連絡を取り合って少しずつこう関係を深めていって、実際に食事に行ってとかで、だんだんそういうのを繰り返して最終的に結婚していくような流れですね。関係構築をしていった中でですね、ここの状態ではまだ収益が生まれていませんので、ここでセールスをかけていくわけです。例えばこんな新しい商品の説明会するのでぜひ来てくれませんかっていうような形で説明会を企画して、そこに集客をしていく。でその説明会の中で商品を販売していくっていう方法もあるでしょうし、あるいは LINE で何月何日までに予約してくれればこれだけの割引でできるので、ぜひねこの機会に来店してくださいという形で来店を流したりとかですね、例えば電話をするっていうようなやり方もありますし、 Zoom か何かで1対1の場にね持ち込んでいって商談をしていく、そして契約を取っていくっていう方法もありますね。僕らだったらセールスビデオというのを作ってですね、そしてここで商品を販売していく、あるいは新しい商品を作ったらその都度ですね、このリストに案内をしていって売り上げを上げていくという、これをぐる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 と繰り返していくということですね。これだけなんですね
非常にシンプルですよね。もう少し大きく分けると3つに大別することができるんですよ。見ず知らずの人にアプローチをして興味を持ってもらう、広告を出したりですね、SNS投稿をしたりとかっていうアクセスを集めるという活動が1つ目あります。で、このウェブサイトでしっかりと連絡先を交換する、ここでは顧客かとしておきましょう。そしてこの時点ではまだね、収益上がっていませんので、次何をしていくかというと、説明会を開催したりとか、セールスビデオを送ったりとか、商談をして収益を上げていく、収益化というフェーズがあるわけですね。これがまあウェブ集客の大きな全体設計だということです。難易度的に言うと、見ず知らずのお客さんにアプローチをするということが最も難しいです。ウェブ集客の中で後ろに行けば行くほど簡単になっていきます。男女関係考えてもらっても分かりますよね。例えばアクセスを集める、男女関係に置き換えると、例えば街で歩いてる方にナンパして声をかけて連絡先をもらうのか、ある程度こうもう親交がある人と一緒にご飯行こうっていう風に、要はリストに対して声をかけて次のステップに進んでいくのか、どっちの方が簡単かって言ったら、当然ある程度関係性がある方が簡単ですよね。ウェブでも同じことなんですね。最初のアクセスを集めるっていうのは怪しまれてますし、その中で信頼を勝ち取って顧客化していくって、やっぱここが一番難しくて、これからウェブ集客をやっていこうというふうに思われている方、まだこの設計図が全然出来上がってない状態で、一番難しいアクセスを集めるところから始めるっていうのは、これ一番やっちゃいけないことなんですよ。よくいらっしゃるのは、ね、これからじゃあウェブ集客始めよう、とりあえず、ね、商品売れたりとか、あるいは商品の設計とかない状態で、まずインスタに投稿していってアクセスを集めようとか、何か広告を出して、ね、その投稿を広告にかけてアクセスを集めようとかっていう風に一生懸命していったりとか、結局そこで例えば投稿をいっぱいしたりとか、広告をかけてアクセスを集めても、後ろに、ね、売り上げが上がるような流れとか仕組みがなかったら、いつまでたっても売り上がっていきません。なので、ただただ疲弊してしまうんですね。まず後ろがしっかりと売れるようになる、こっちから最初に着手していくっていうことがすごく大事なんですよ。例えば何か一番売りたい商品があった時に、それを知り合いでもいいですし、なんか SNS でね、すでにいるフォロワーの方でもいいですので、こんな説明会あるんで来てくれませんか、まず来てもらって、そこで説明会である程度売れるような状態になるとか、あるいはセールスビデオを作って、それがある程度売れるって分かった状態、商品が売れるっていうのが分かった状態で、セールスビデオを見る人を増やしていったりとか、説明会に来る人を増やすためにリストを増やしていったりとか、広告とか投稿してアクセスを増やしていくっていうことをですね、やっていかなければいけません。当然ビジネスを拡大していくためには、こっちのね、アクセスを集めたりとか顧客化していくっていうところは非常に重要になってくるんですけれども、何もない状態でいきなりそれをスタートしてしまうと、もう途方もないですし、そもそも難しいことなので、まずはしっかりと売り上げを上げていくということがポイントになりますよ、ということですね。で、ある程度ですね、このご自身のビジネスの中でこういう設計図ができたとしましょう。そうするとですね、今何をやるべきかっていうのが結構明確に分かるんですね。例えばじゃあ説明会を開催します、そしたら、まあ、5人ぐらいは商品買ってくれるからすごいいいよね、あるいはなんかお試し来店来てくれたら、まあ、大体の人はもうそのまま本契約につながるんですよっていう場合、まあ、ある程度収益化の部分はできているわけですよね。あとはそれを拡大していくっていうことがポイントになるわけです。でもじゃあ、来店してもらうためのこの案内するリストがないよとか、説明会開催するって言ってもそのリストがないよっていう場合は、やるべきことは一つでですね、このリストを増やしていくっていうことが必要になるわけです。じゃあリストを増やしていくためにランディングページを作ったりとか、あるいは広告のやり方を学んだり、投稿してアクセスを増やしていくみたいなことをやっていくわけですよね。逆に、まあ、アクセスはそもそもあると、ね、結構インスタグラムとか頑張って投稿とか頑張ってフォロワー数もたくさんいるし、見てもらうことはできるんだけれども、ここのリストがね、全然ないよという場合、メールとか LINE が全然手に入ってないので繰り返しアプローチしていくことができませんっていう場合はですね、このランディングページをしっかりと作り込んでいくっていうことが必要になりますし、あるいは広告もうまくいって、ランディングページもうまくいって、リストは集まってるけども収益化があんまりできてないよって場合はですね、説明会を何度も開催してみたりとか、あるいは新しい商品を開発して販売してみたりとか、リアルでしかやってない方はオンラインで売れる商品なんかを作って案内をして収益を上げていくような流れを作ったりとかっていうことをやっていけばいいわけですよね。なので、この全体設計を見た時に、どこが一番弱くなってるのかな、どこが改善の余地があるのかな、どこが一番自分が苦手なところなのかなというふうにですね、考えていただくと、何をすべきかっていうのは結構明確になったりするんですね。これがない状態だと YouTube 集客っていうのがいいぞという話を聞いたら、やっぱそっちに飛びついてしまいたくなるし、今は TikTok の時代だって言われたら、やっぱそれをやりたくなってしまったりするわけですね。でもこの設計図があって、
例えばうちのビジネスはもうアクセスは十分集まってるよと、この収益化の部分がポイントなんだよっていう場合に、あまり YouTube 集客がどうとか、ね、TikTok がすごい今熱いんですとかって言われても響かないわけですね。課題が分かってるんで。逆に収益化はできてて、いかにアクセスを集めるかがポイントだっていう風に考えてる方は、そういう情報を実際に仕入れてみて実際やってみたらいいわけですよね。なんでそういう風に世の中に飛び交ってる情報の取捨選択がですね、こういう風に設計図を明確に決めておくとできるようになるということなんですね。まあ、そういった意味でも、まあ、まずはですね、ある程度ざっくりでもいいので、この3つに分類して、自分は、ね、アクセスの部分はどういう状況なのかな、ね、顧客化の部分はどういう状況なのかな、収益化の部分はどういう状況か、そして今一番弱いところはどこなのか、それが皆さんがこれからやるべきポイントになるわけですね。で、僕たちはですね、レスポンスラボというサービスをやってるんですけれども、それぞれこの設計図を作るために必要なノウハウっていうのを全てまとめたサービスが、このレスポンスラボというサービスです。 Netflix みたいな感じでですね、いろんなその講座が全て見放題っていうようなサービスなんですね。まあ、さっきの設計図に当てはめるとですね、まあ、それぞれこう対応する講座っていうのがしっかりあって、例えばアクセスを集めるこの部分は、まあ、広告にも山ほど種類はあるんですが、やるべきは基本的にはこの YouTube の広告と Instagram の広告で十分です。なので、例えばアクセスに課題を感じているなというふうに思っていて、よし、じゃあ Web 広告やってみようと、インスタ広告やってみよう、 YouTube 広告やってみようという場合はですね、まずはこの講座を見る、そんな風に使っていただくんですね。ちょっと見てみますね。例えば、YouTube 広告を見ようと思ったら、このね、レスポンスラボの YouTube 広告を見ていただくと、 YouTube 広告ってどんなもんなのかっていうこととか、 YouTube 広告の中でも種類がたくさんあるんですよ。でも、インストリーム広告っていうのをやるべきですよということが書いてあったり、じゃあターゲティングでどうやって設定するんですか、実際にうまくいった広告ってどんなもんなんですか、売れる YouTube 広告の方ってどんなもんなんですか、広告の動画の長さはどれぐらいにしたらいいですかとかですね、サムネイルはどうやって作ったらいいかとか、あるいは YouTube 広告をどういうふうに出稿していくのかっていう、その出稿画面の解説まで全てここにまとまってるんですね。あるいはじゃあインスタ広告をやろうという場合は、じゃあインスタ広告入門というのを見ていただくと、同じようにですね、インスタ広告にも複数の種類があるんですが、何をやっていくべきなのか、どういう広告の方があるのか、で実際に広告を出稿する際のステップバイステップの解説があったりということをするわけですね。あるいは広告じゃなくって投稿をやっていきたいという場合はですね、この売れるインスタグラム入門を見てみてください。例えばね、店舗やってる方とかは非常にこれフィットするかなと思います。広告を出すほどそんなに大量の集客は必要ないけど、ある程度こうお金をかけずに地域の人たちが集まってくれたらいいよっていう場合は、結構インスタグラムって活用できるんですね。その場合はですね、この売れるインスタグラム入門っていうのを見ていただくと、これはですね、大阪市の小さな魚屋に無料で2000人集客した方法をベースにですね、作られた講座になってます。じゃあその投稿ってどうやって作るんですか、実際の投稿事例ってどんなもんなんですかみたいなことがですね、実際に講座としてまとまっているところになります。でアクセスは集められますよと、でも、その後のリスト化していくとか顧客化していくっていう部分に課題を感じていますという方はですね、基本的にはこの3つの講座を見ていただく形になると思います。まずランニングページを作る必要がありますから、ランニングページがない方はですね、まずはこのランニングページ制作入門っていうのを見ていただきます。どうやってランニングページを作るのか、そもそもランニングページとホームページで何が違うのかとか、ダイレクト出版のランニングページの解説なんかが載っていたりします。で、ランニングページ、ページを作るだけではなくてですね、ポイントはですね、そのページで何を提供するか、何をオファーするかっていうところも非常にポイントなんですね。例えば資料請求をしてもらうんだったら、その資料をどうやって作るのかとか、やっぱその資料が魅力的であればあるほどメールアドレス獲得するのがしやすかったりとかですね、あるいはなんか最初のお試し商品をここで売るってなった場合も、その商品の作り方が分かっていないとなかなかページだけで作れても意味がないじゃないですか。で、そういう場合はですね、この売れる集客商品の作り方っていうのを見ていただくんですね。で、どういう商品を作れば最初のリード獲得出てきますかっていうのことがまとまっていたり、ランニングページ出すと、ね、これから改善していく必要があるわけです。じゃあそのランニングページを改善していくってどうやってやっていったらいいんですかっていうの講座があります。すでにランニングページがある方はですね、まあ、これを見ていただくと非常にいいですし、まだランニングページがない方はですね、まずはこのランニングページ制作入門、そもそもオファーもまだ決まってないっていう方はですね、この集客商品の作り方から見ていくと、そんな使い方なんですね。なかなか収益化ができなくて困ってるっていう場合はですね、まあ、基本このバックエンドセールスっていうのはですね、何度も何度も繰り返し行うことができるんですね。一度メールアドレスなり LINE の取得をしておればですね、何度も何度もそこにアプローチをしていくことができます。ポイントはいろんなバリエーションの売り方を知っておくっていうことがすごく大事になるわけですね。ただ一つの商品を同じ方法で永遠売り続けても、一回反応されなかったらそれで終わりじゃないですか。
でもなんか手を変え品を変え、こんな売り方で売ってみるとか、あるいはちょっと違う商品売ってみるとか、違う見せ方で売ってみるっていう風にいろんなバリエーションを持っておくことで、この収益化って上手くなっていくんですね。例えばね、プロダクトローンチ入門っていうね、まあ、ウェブで販売するときに非常に強力な方法があるんですね。じゃあそもそもプロダクトローンチってどうやってやっていくのかって、基本的にはこういう全部ねステップバイステップで解説をされているので、まあこれ見ていただいたらいいですし、あるいはキャンペーンといってね、こう商品の割引キャンペーン、期間限定でキャンペーンをする場合はこのキャンペーンの作り方を見ていただいたりとかですね、リストが入ったらある程度自動的に売り上げが上がるような状態を作っていきたいっていう場合はですね、このセールスを自動化する売れるファネルの作り方っていうのを見ていただければ、完全に自動化するっていうのはなかなか難しいですけれども、じゃあどういうふうにこう自動化につなげていくのかとかですね、後ろで売る商品がない、ずっと店舗でやっててリアルでやってて、なかなかこうオンラインで売るような商品がないっていう場合はですね、このオンライン講座っていうのを作っていただくのがまあ非常にいいんですけれども、まあ、やっぱりですね、この会社が継続成長できたのはサブスクリプションってい う, こう継続課金型の商品があったことが非常に大きいんですけれども、まあ、じゃあその継続課金型の商品をどうやって作るのかっていうような講座があったりします。あと2つですね、売れるデザインっていうのとセールスライティングっていうのがあるんですけれども、これはですねどっちかというと、まあ、スキルを習得するようなコースになってます。例えばデザインだとランディングページを作るのにもやっぱデザインが必要だったりとか、商品を作るときにもやっぱデザインが必要だったりとか、あるいは広告の画像を作ったりとか投稿を作る上でもやっぱデザインって重要になってくるので、まあ、全てにこう活用できるスキル。セールスライティングも同じです。セールスライティングってのは要するに売れる文章を作る技術ですから、ランディングページにももちろんセールスライティングが必要ですし、こういう広告にもセールスライティングが必要なので、まあ、その基礎スキルの習得ということで、この2つの講座は用意してます。こんな風に見ていただくとですね、まあ、ウェブ集客の設計図っていうのはこのアクセス、顧客化、収益化の3つに分けることができますよと。でそれぞれやるべきことっていうのがあるんですけれども、まあ、それらを1箇所にまとめてるのがこのレスポンスラボというサービスですよということでした。アクセスに課題がある方はですね、このレスポンスラボのこれらのコースを見てみてください。顧客化、ランニングページで連絡先交換、リスト化していくっていうところに課題を感じている方はこの3つから見ていただくのがいいかなと思います。そして最後、収益化に課題を感じている方はですね、これらのコースの中から興味があるもの、気になるものをピックアップして受講していただくと。で、空いてる時間にですね、こういったスキル系の講座も見ていただくと、それぞれの講座をより効果的に活用ができるようになるんじゃないかなと思いますね。まあ、最初にもお伝えした通りですね、まあ、いわゆる Netflix みたいなですね、ずっとこの講座が見放題というものになってますので、まあ、ウェブ集客をするのであれば、基本的にはずっとね、ここに入っておいていただいて、弱いところが出てきたら、例えばアクセス集められるようになったけど、次はね、顧客化の部分が弱いなっていう場合はですね、そこに注力していったりとか。やっぱやっていくうちにどんどん課題って変わってくると思いますので、その都度その都度ですね、このレスポンスラボの講座を見ていただくといいかなと思います。まあ、どんどんそれぞれの講座はですね、内容もね、刷新されていくので、常にね、これらの情報を最新にアップデートしておいていただくことができるという、そんなものになっております。なので、まあ、既存のね、会員の方はですね、まあ、これを理解した上で、じゃあ自分はどこから受講していこうかなっていうことをですね、見てみてください。まだ会員ではない方はですね、今日会員になっていただくともすぐに視聴することができますので、まずはね、まあ、お試しで会員になっていただいて、いくつかピックアップして視聴してみてください。またこのですね、YouTube チャンネルでは、それぞれの、まあ、ポイントポイントで役に立ちそうな情報があればですね、常に、こちらでもアップデートしていきたいと思ってますので、まだチャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録しておいていただけるといいかなと思います。まあ、このね、YouTube チャンネルにも過去たくさん動画アップしてますので、まずね、こちらの動画をいろいろ見ていただくのも非常にいいかなと思います。それではこれから一緒にウェブ集客頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。